はい、こんにちは、高田です。昨日のスはちょっと動きなかったですかね。今一通貨すごく元気な通貨あったんですけどね、全体的にはちょっと動きはなかったかなと。週末の動画でも触れたんですけども、どの通貨を見ても調整局面という形見えてましたんで、少し今週は難しくなってくるのかなと、そんなこと思ってはいたんですけども、まさにそんな動きになったかなと思います。ただこれ、悩ましいのが動いてないわけではないんですよね。むしろ逆ですかね。それなりにこう動きはあるんですけども、でも方向感が見えてこないというところで、このあたりは少し難しさの部分かなと思います。もう早速チャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷え性を重ねています。ドルはこの高値圏のレンジ相場を見ています。現在地はこの安値圏での攻防を見ているんですけども、昨日はこれ少し売りが入ったんですよね。人によってはもうこれをブレイクと見てくる人もいそうですけども、ただ弱いんであればもうしっかりブレイクしてほしかったところですけどもね、ブレイクはしてはいるんですけども、明確にブレイクしているとも言えないような状況で、もともとチャートの方も強いですから、これだとまだちょっとわからないかなと。今日は僕はまだこの状況だとドルはレンジの安値圏での攻防を見てしまいますかね。そして決着はついてね、チャートの方も強いですから、一旦はロングは見たいかなと。ブレイクしてくればこれも話変わってきますけどね、まだブレイクとは見れないですかね。もうドルこれ弱いんであれば明確にブレイク欲しかったですけどね、そういう状況にはまだないのかなと思ってはいます。ということで、現在レンジ相場ですからね、引き続きレンジを見ていくことになるかなと。トレンドを見ていくのはまだ少し早いのかなと思ってはいます。ただし、何度も言いますけども、これ割り込んでしまったら波の反転が見えてしまいますんでね、簡単に買うことは難しくなります。直近安値までの下落というのは見えてきますんで、ドルを買っていく悪くはないと思うんですけどね、ただ割れてしまったらこのドルロング、引っ張るようなロングではないと思いますんで、十分注意はしたいですね。はい、変わりましてこちらが円指数になります。1時間足に冷え性を重ねています。この円もちょっと方向感ないですね。下落トレンドは見えてはいますけども、現在は流れが止まって調整局面、小さなレンジも見えてはいますけども、思わせず大きな下落トレンドもこんな感じで見えてはいるんですね。現在調整局面かなと。となってくると、サイズ的にはこういったサイズのレンジも想定できるわけで、どちらにしろ今見えてるこの下のサポートを割り込んでしまったらだいぶ景色が変わってきそうですからね、円売りには十分注意はしたいところなんですけども、ただまだ割り込んではいないですからね。ということはこれも安値圏での攻防になってきますんで、現状決着はついていない。サポートが効いてくるんなら買い戻しは出てきてもおかしくないと思いますんで、それともドルは安値圏、円も安値圏なんですね。割ってくれば景色は変わってきますけども、割ってこなければどっちもが強い流れが若干出てきやすい環境にあるのかなと。ということは強い通貨同士のペアですから、これドルと円とに差が生まれないですね。するとドル円なんかも動きは鈍くなってしまうかなと。少なくとも今の現状ではまだトレンドらしいトレンドも生まれてないですからね。今日も見ていくのはレンジ相場、上がったり下がったりという値動きですね。大きなトレンドを期待していくような相場ではないと思いますね。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。ドルや円が動いてなかったですからね、他の通貨も大して動きないかなと思っていたんですけども、一通貨すごく元気な通貨があります。これがユーロになるんですけども、このユーロ、先週先々週あたりからなかなか売りが入ってこなかったんですけども、今回こうしっかり買いが入ってきました。先週もこれ同じようなことがあったんですよね。ただ次の日にこう調整なんかも入ったりして、なかなかしっかり買いが続かない。今回はどうですかね。これユーロドルチャートの方を見ていくと若干高値抜けてきましたんでね、こうトレンドの継続なんかが出てきてもおかしくないとは思いますけども、ただなかなかこのユーロを連続して買いが入ってくる状況というのがここ最近は見られてはいないですからね、少し慎重に見てもいいかもしれません。ただ少なくとも高値は抜けてきますんでね、ショートをする必要はないのかなと思います。買っていくのか、もしくは少し様子を見ていくのか、このユーロには注目はしたいですね。そして昨日はもう一通貨、売りが入っている豪ドルですけども、これはここ最近弱いですからね、いつ売りが入ってもおかしくないのかなと思ったりはしますけども、ただ今日豪ドルは政策金利の発表を控えています。お昼の12時半になります。 0.25% 上げですかね。このあたりは織り込まれているかと思いますけども、これがどうなるかですね。それなりにこう動きは出てくるかと思いますので、お昼は動き少し注意はしたいですね。昨日の売りというのはこの調整の売りかなと思いますけども、ただここ最近この豪ドルって結構売りが入ってますんでね、この政策金利の発表で、売り材料というのがなければね、若干買い戻しなんかも出てくるかもですね。そういったところも注目はしたいと思います。ただ昨日ユーロや豪ドル、このあたりはよく動いてはいましたけども、肝心のドル動いてないですからね、まだまだ調整局面見ていくことにはなるかなとは思います。
相変わりましてこちらがドル円の4時間足シワシワ重ねています。週末と環境が何も変わらないですね。下落トレンドは見えてますけども、現状戻りが入ってます。ただまあ戻りの高値、ぶつかったところで一旦流れが止まってますから、まあ、売りが入りそうなところでしっかり売りが入ったということになります。まあ、調整局面見ていくことになりますからね、まあ、上値が重い状況は少し出てきやすいのかなと。少なくともまあこの辺り強い流れがありましたからね、こうロングロングで見ていくのも悪くはないと思うんですけども、まあ、上の方では買いたくはないですね。僕の場合も流れが止まったらまずは調整レンジを疑っていきますんでね。レンジということはこう売り買いの攻防になりますんで、こういった高値ブレイクを期待したブル派、一方でこの壁は抜けていかないと、下落トレンドを見ているベア派とのぶつかり合い、こういった攻防というのがまあ出てきやすいのかなと。流れが止まったところですからね、まだすぐに決着とはなかなかいかないんではないかなと思います。というところでまあドル円、通貨強弱で見てもちょっと動き鈍そうだというのが見えてきたわけですけどね、これチャートの方から見てもまあ少なくとも週足環境は調整レンジが見えてきますね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。これ上にはまあ週足レベルのしっかりした壁があるわけですね。これを抜けるかどうかというのは大きな景色が変わるポイントになってきそうです。ただ直近では強い流れが見えていたんですけども、流れが止まっています。調整局面、冷やし環境でもレンジが見えてしまっています。これ1週間以上かけて作ってるレンジですからね、まあ、ブレイクしてくればそれなりの動きは出てきそうですけども、ただ昨日なんかもまあレンジの安手圏での攻防ですかね、その結果抜けなかったといった決着になりそうで、引き続き135円の後半あたり、このあたりがまあ下のサポートですかね、上の抵抗が137円の手前あたり、まあ、レンジ相場を今日も引き続き見ていくことになるかなというふうに思いますね。ですからまあ今の現在地は若干安値圏ですからね、自分なら見ていくならまずはロング目線、ただし割り込んでしまったらこれ引っ張るようなロングにはならないと思いますからね、割れたらどうするかと、そのあたりをしっかり割り切っていくんならまあロングは面白そうな場所ではありますね。ただ現在はこの安値圏で値が止まってしまってますからね、まあ、すぐにこう反発なんかが出てくるわけでもないですからね、そこは十分注意したいところですかね。現在はレンジの安値圏での攻防、ブレイクなんかを期待していくんならね、まあ、一旦はロングも面白い場所にはなってくるとは思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足見ていくともこういったレンジが見えてくるわけですね。高値が137円、安値が135円の真ん中あたり、現在地はそのレンジの安値圏での攻防になっています。ですからこれ下の方に抜けてしまったら、まあ、冷やし環境でも景色変わってきそうですから、この小さなレンジのブレイク、これがまあ大きなレンジのブレイクにもつながってきそうで、景色が変わるという意味では、まあ、こういった下落トレンドには少し注意はしたいところですかね。ただしまだこのレンジというのは崩れてはいませんし、サポートもしっかり効いている状況ですから、上の方に抜けてくるかもですね。小さなレンジからのブレイクに関しては、レンジの継続ですね。レンジの下から上までの買いの流れ、こういった流れも出てきやすいのかなと。今はまだレンジ相場が見えてますから、僕のメインシナリオはどちらかというとこちらですかね。レンジの下から上までこう買いが出てきやすい環境はあるのかなと思ってます。ただこれはあくまでこの事実を見てまあ判断しているに過ぎないですからね。ブレイクしてくればこれ環境変わりますんで、そこは十分注意ですね。割れてくるまではロングを見たいなと。まあ、昨日なんか若干こう安値を試すような動きもありましたけどね、まだまだこのサポートはしっかり効いてはきそうですね。これ、通貨強弱で見るとドルも円も調整局面と、そしてまあチャートの方で見ていくと週足環境、日足環境、なんならこういった短期足の環境も全部レンジの形が見えてしまってるんですよね。まあ、なかなかまあ手は出しにくい環境かなと思います。それでもあえてまあトレードをしていくんであれば、なるべくサポートに引きつけてトレードはしたいところですね。まあ、週末の中では前のめりになっていくような相場ではないかなと思いながら見ていましたけども、この環境というのが全く変わってないですね。なかなかまあ大きなトレンドは期待は難しい。こういった値動き難しいと思いますんでね、流れが見えてくるまでは様子見でも全然いいと思いますね。まあ、こういった相場、流れがつかみにくいですからね、まあ、難しいというのは分かりきってるわけですから、まあ勝てなくてもいいと思うんですね。ただ大負け、まあ、そういったのはもう絶対避けたいですね。そのあたりはもうリスク管理として、まあ、徹底していくことになるんじゃないかなと思います。まあ、ひとまずドル円に関してもレンジを意識ですかね。現在地は安値圏での攻防です。135円の真ん中あたりが現状のサポートラインですから、ロングを見ていくならなるべくそのあたりに引き付けて、まあ、下がるかどうかもわからないですけどね、ロングしていくなら引き付けて、そしてまあブレイクしてくればこれは流れが出てきますので、そのあたりの値動きに今日も注目はしていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。先週強い買いが入ったニューヨークダウですけどね、昨日に関しては少し流れが止まりました。この止まった場所というのが過去のサポートラインでもあったりもしますので、まあ、これもこう売りが入りそうなところでしっかりこう売りが入ったことになりますね。上昇が止められたんであればこのあたりは調整局面見ていくことになるかなと。
まあ、一番こう無難な動きというかね、こうなりそうだなという動きになったことになりますけども、ただこの後の動きですよね、サポート割れの動きを見ていくんなら戻り売り、見ていくのも間違いではないと思いますけども、ただ短期的にはこれ戻りの高値抜けてますからね、上昇トレンドを見ていくんなら押し目買いを見ていくことにもなります。現状こう売りが入りそうなところでしっかり売りが入りましたんで、まあ、若干赤い波意識されてくることになるかなと思うんですけども、ただまあその前に調整局面ですね、青い波も見えてますんで、こう買いと売りとの攻防という形を、まあ、自分なら意識したいところですね。まあ、そうなるとまあちょっと高安がまだ見えてはこないですからね、トレードしていこうと思うんであれば、この調整レンジの高安の把握、これが最初の仕事になってくるかなと思うんですけども、もう少しこれ時間かかってくるんじゃないですかね。ただまあ昨日に関しては、この週末にかけてのこの上昇を止めたという意味ではすごく大きい意味ある動きだったかなと思います。$33,600あたりですね、このあたりは一旦の壁として見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、 1時間足に冷え性を重ねています。これは逆に高値をしっかり更新してきましたんでね、やっぱり押し目買いを見ていくという環境だと思いますけども、ただこれは週末にも触れましたけどもね、まあ、高値ブレイクしてますから、まあ、ショートはしなくてもいいと思いますけども、ただはロングをしていく際には今の現在地というのを少し意識はしておきたいです。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。そうすると、まあ、これ高値切り下げてるの分かりますかね。今これしっかり買いが入ってるんですけども、まだこれ戻りの高値抜けてないんですね。強い流れが出てくるんなら、これはブレイクしてほしいところなんですけども、現状まだ抜けてないですからね。ブレイクしてくるかどうかというのが今週の大きなポイントになっておきそうです。抜けてくれば上昇トレンドはこれ見えてきますんで、これはもう買い場探し。ただ抜けなければ、高値面合わせで抜けなかったということにもなりますんでね、目線が全く逆に変わってしまうんですね。今はこれ高値抜けてきてますんで、まあ、若干こう買い目線にはなってはしまうんですけども、まあ、ここで今の現在地ですね、まだ抜けてはいないというところで、まあ、買い目線で見るのは全然ありだと思いますけども、ただまあ高値をつかむとかそういったのは避けたいですね。ただまあ貯金の高値は抜けてきてますから、まあ、ショートはしなくてもいいのかなと思います。この高値を抜けてくるかどうかに注目をしていけばいいのかなと。抜けなければまた売りなんかも入ってくるでしょうし、売りが入ってくればまた売り場なんかも見えてくるかと思います。現状ショート目線で見ていくんなら様子見かなと思いますけども、まあ、ロングもそんな簡単にこうポンポンしていくような、そういった流れではないのかなと思いますけども、どうでしょうかね。僕はもう少しこれ様子は見たいところですかね。はい、変わりましてこちらが金の CFD、 1時間足に冷え性を重ねています。先週週末ドルが弱かったですからね、まあ、若干こう金は買いが入って引けているわけですけども、ただ昨日は高値更新しませんでした。もともとチャートの方を見ていくと、こういった売りのトレンドが強く見えているわけで、今これ戻りの高値の攻防になっているわけですけどもね、まあ、上値重い形見えてしまいましたんで、まあ、そうなるとこのあたり、調整レンジを見ていくんなら高値圏かなと。まあ、若干これ抜けてはいますけども、強いんであれば高値更新という形が欲しかったところですけどもね、まあ、逆にこう上値の重さが見えてしまいましたんで、まあ、ロングは少し気をつけたい流れになってきたかなと思っています。ただ、だからといってこうすぐに売りを見ていくわけでは僕はないんですよね。流れが止まれば次は調整局面、現状のこの現在地は高値圏ですから、この高値圏での攻防という形を自分なら見ていこうかなと思います。すぐにこう売りを見ていくわけではなくて、こう買いが入ったり売りが入ったりという状況ですかね。ですから、まあ突っ込み売りなんかは十分注意はしたいですね。これも高値更新していれば面白かったんですけどね、ただ止められてしまったということで、まあ、為替相場と同じですかね、ゴールドに関しても調整局面、強く意識して見ていこうかと思います。はい、ということで、まあ、なかなか方向感のない相場が続きますかね。今日に関しては5ドル、これがまあ政策に発表がありますんで、まあ、この12時半ですか、このあたりまあ少し若干動きはあるかもしれませんけども、今の流れを見ていくとまあ調整レンジが見えてますんでね、なかなかまあ大きなトレンドを期待していくのは難しいのかなという気はしますね。今は調整レンジをしっかり見たいと思います。少しこう下の方に試すの動きが出てくれば、まあ、1回目拾ってみても面白いかもですね。はい、そしてこちらがドルインデックスになりますけども、このままレンジ相場を見ているわけですけども、現在は安値圏での攻防、まあ、若干これ終わりのベースで見ていくと抜けそうになっているんですけども、ただこれではブレイクは僕はまだ見れないですかね。今日もレンジの安値圏での攻防、弱いんであればしっかりブレイク欲しいところですけども、どうなりますかね。僕はもう事実を見てトレードはしたい、今の事実はやっぱりレンジだと思いますんでね、そうなればまあ一旦はロング見たいところですけども、まあこれもブレイクしてくるかどうか、安値更新で引けてくるかどうか、このあたりがまあ大事なポイントになっておきそうです。ちょっと今のところは方向感見えてこないですけども、どうでしょうかね。
まあ、それなりのレンジの期間にはなってきましたんでね、まあ、ブレイクしてくればこう流れも出てきそうですけども、ただこれいつブレイクしてくるのか、これを見極めるというのはとても難しいんですよね。これも第一波目の動きになってくる。これ週末でも触れましたけどね、これ一波を探るってとても難しいですから、まあ、無理に判断しなくても僕はいいように思うんですよね。ブレイク後の押しを待って第三波を狙う、まあ、上でもいいと思います。ブレイク後の押しを待って、まあ、3波を狙うぐらいの、まあ、余裕を持って流れを見極めていけばいいのかなと思ってはいます。こういったはっきりした流れが見えてくるまではまず意識したいのはレンジ相場ですかね。現在地はそのレンジの安値圏です。まあ、若干ドルロングですかね、買い戻しというのを少し意識して今日は値動き見ていこうかと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。